はい、以前ね、僕がこちらの動画の中で紹介した絵描きさんに放ったこちらの発言をご覧ください。で、俺動画の最後に、この人青の使い方上手いから、僕のこの青のサラサのボールペン全部あげよっかって言ったじゃん。僕あの有言実行でちゃんと送りましたからね。はい、ということでね、私あの後、しっかりボールペンね、送らせていただきました。いろいろね、大変だったんですよ。あの、ボールペンを送る際に、まずね、焼肉のタレの入った段ボールにあのボールペンを入れようとしたり、さすがにリスナーさんにボールペンを送るのに焼肉のタレはまずいかなとか思って、なかなかね、大きさに合った段ボールがなくて、結局100均で可愛らしい袋買ってきました。この袋すごく可愛らしいでしょ。この袋すごくうぼすすめです。商品名は自分で調べていただけるとうわりがたいです。そして青だけじゃなく、どさくさに紛れた赤と黒のボールペンも少しあったので忍び込ませました。ということで今回ね、青が素晴らしく美しいあゆはさんという絵描きさんにボールペン送り、その届いたボールペンでメインのイラストを1枚と、4、5枚くらいかな、落書きを書いてもらったので、さあまずはね、落書きの方から見ていきましょう。さあ迷うな。じゃあまずはこれから行きましょうか。もうこの時点でね、僕あのサラサの青のボールペン送ってよかったなって思っちゃったんですよね。あのどことなく落書き感はあるんだけど、それでもしっかり書いてくれているのがね、伝わってきますね。100円のサラサじゃ安く感じちゃうね。さあそしてこちらね、僕が送った黒と赤と青すべてを使ってね、チルチルを書いてくれました。このポーズいいね。いやなんかもう落書きっていうのが申し訳ないぐらいしっかり書いてくれてるね。ここのムニーっていうの好き。そしてこちらね、もうチャイナ系女子僕好きって動画で何回も言ってたんで、多分それを気にしてね、書いてくれたと思うんですけども、あれ送ったの黒だっけって思うぐらいちょっと手込んでくれてますね。この人の本領発揮は青です。そして今度は赤一色。いや何でもできるね。下ペロの使い手であることが今日一番の衝撃だったね。ちなみに聞いてないと思うけど、Apex っていうゲームではランクっていうモードがあるんだ。そこで勝てずにポイントが取れず、ずっと底辺でうじょうじょしてることをユカペロって言うんだ。予想以上にどうでもよかったです。次ね、ラストだからこれをちょっと先に持ってくるんだけど、あのね、ガチの青を見せる前のね、ちょっとあのなんか準備運動みたいな感じだと思ったなんかね、あゆはさんのガチの青を使う時のイラストって青がね、なんか光るんだよね。青が光るって言うと言い方おかしいね。これってさ、なんか同じ青でもなんだろう、ネイビー系の色の塗り方すんだよね。でもなんかガチで描いた方の青ってマジの青みたいな塗り方下手くそすぎるだろ。説明が下手くそすぎる。まあでもね、絵描きさんの皆さんなら僕がね、何を伝えたかったのか多分ね、イラストを見てくれれば伝わると思います。あ、この人こういうこと言いたかったんねっていう。さあそしてね、いよいよ今回の動画のサムネにもなっている、おそらくね、ほとんどの方はこのサムネを見て気になって飛んできてくれたと思うので、それでは見ていただきたいと思います。こちらです。はい、ドン。これやばいでしょ。僕がさっき言いたかったことね、多分伝わったと思います。まあ、濃く書いてるとこはもちろんあるんですけど、ボールペンで青を光らせてくれるんですよ。あとこのね、あゆはさんの青を垂らすところと青い蝶々が好きなんですよね。いや、マジで今回のはね、送ってよかったです。ありがとうございました。お金の投資とかはわかるんだけど、見事にね、青を投資した感じがしましたね。これは投資成功だと思います。はい、ということでね、素晴らしいイラストをいただきましたけども、またね、こういう企画、どんどんね、やっていきたいと思うので、これはね、基本的に僕の方から声をかけに行くんですけども、ぜひ声をかけられた際はできるだけ協力していただけるとありがたいです。この人に月額ファンになって毎月青を送ろうかな。